ではこんばんは、ゲーム動画でいこうです。ヘブンバーズレッド始めていきましょう。こちらが本日の支給品です。たくさんもらえる。石の墓の A か。これですね、これをやろうと思います。お好きに。飛んでたから手を振ってみただけ。アーさんは本当に目立つの好きだね。忍者とはそういうものでござろう。いや、読んで字のごとく忍ぶものだと思うよ。ははは、茅森殿は日本にいるのに忍者のことには詳しくないのでござるな。拙者ドイツにいた頃からたくさんの文献を読んでいたでござる。ほうほう、あらゆるゲームもたしなんだでござる。特にアニメは最高でござったな。エンタメ、その忍者エンタメ巨像。いやいや、巨像ではござらんよ。拙者の忍者への憧れは小さな子供の頃まで遡るでござる。お、なんか面白そう。ここは一つ詳しく。いきなり穏やかじゃないワードが飛び出してきた。穏やかじゃないわね。31C 総員、直ちに司令官室へ集合。お、呼び出しでござる。そういえばそろそろ任務の時間でござったな。それでは失礼するでござるよ。興味引いておいてそりゃないよ。今度は剣崎、今から任務のようね。キャロル殿、司令官室から出てきたようでござるが、 31X も任務でござるか。 No、 以前撮った映画をドームへ再配信したいと相談され
きでキャプテンセラフィックの真似をしてマスクをつけたり忍者プレイがブームらしいわ。おい、映画でファンになってくれた人には見せられない顔ね。また今度新しい映画を撮るでござるよ。拙者を主役にして。そういうのもいいわね。考えておくわ。イルマドーム付近にある廃棄された研究施設よ。以前ワシと文吾が丸山たちと言ったあの施設か。そうよ。あの後施設を軍で管理することになったわ。何のことでギス？あんたは気にしなくていいの。封鎖されていた出入り口は軍が開放しました。現在当該施設に貴重かつ再利用可能な資料や研究日誌が残っていることが分かっているわ。軍としてはこれを確保して有効活用、もしくは厳重管理すべきと考えています。つまり私たちはその資料を回収してくればいいのね。セラフ部隊がわざわざですか。一般兵では危険があるということですね。その通り。施設内にはまだキャンサーが徘徊していて、地下には未探索フロアが残っていることが確認されています。今後のことを考え、資料の回収と同時に施設内のキャンサーを殲滅してもらいます。了解よ。さて、準備を整え次第研究施設に向かうわよ。分かったでござる。ショップで準備を整えるでござる。ってショップへ向かうでござるよ。いらっしゃいませ。さつき殿、さっきまで拙者たちと司令官室にいたでござるよな。ここに来たでござるか。ショップ店員だからです。なるほど、ショップ店員だからでござるか。それより出発の準備はいいんですか。え、なんと。そうでござった。3829持ってんのか。それ1個ずつ購入しときましょう。準備はもう大丈夫でござる。では先にヘリポートへ行きやがれ。さつき殿も一緒に行かないでござるか。まだお客さんがいるので後から行きます。分かったでござる。え？ぬるまでぎす。え？でもさつき殿は。私がどうかしましたか？いるでござる！さっきまでショップにいたのに！さつきさんは一番にここへ来ています。おかしいだろ。研究施設っていうのは何を研究していた施設なの？正直よくわからん。だが
そのうちの一つは新しいエネルギーを生み出す研究だ。マリアマが持ち帰った研究日誌にはそう書かれておった。はい、その研究日誌を詳しく調べた結果、ナンバー12と記されていたそうです。12でギスか。そう、はい、今回はナンバー1からナンバー11の日誌の回収が優先されるわ。そう、ナンバー12。秘密の書類、つまり密書でござるな。忍者魂がうずく言葉でござる。アーデルちゃんは相変わらずですね。せっかくですから、任務の行く末がどうなるか占ってみますか。あんたの占い 53% なんでしょ。どういう結果になってもあまり嬉しくないんだけど。まあまあ山脇殿、景気づけでござるよ。では31Cをめぐる星の導きを見させていただきます。見えました。お、これは神崎さんが拙者後、神崎さんが運命の人と巡り合うでしょう。運命の人、さあメンバー行かしたい。いつも通りですね。文豪法がいるぐらいだもんな。まあ、戦力も5000いるってことなんで。あんたたちが前にここへ来た時、施設内の設備を復旧させたのよね。そのはずなのだが、電気が通っていないようでござるが。ガスのようなものも充満しているようです。ふんふん、臭いでギスに。何の匂いでギス。また硫化水素系のガスが発生しているようだな。まったく、軍が管理していたのではないのか。わしらの努力。足元で何かが動く気配がします。おそらくキャンサーが設備を破壊してしまったのか、電源を落としてしまったかだと思います。とりあえず電源を入れましょう。デンね、案内して。こっちだ。さあ、ダンジョン名ですね、こちら。結構だからエンカウント率高いですね。音楽が変わった。一気に片付けるぞ。風のささめき、勝利は我々が命令を。おっと、目にもの見せてやろうぞ。そう、いいですね。推奨戦力が5000なんで結構敵強いと思う。例えば、お店買った装備整えときましょう。アクセサリー、何買ったっけ。あ、そう、こっちじゃなくてブースターの方に修正と回復する人って誰だ。
この人か。あ、すでにチューチップ2持ってんだな。じゃあユリッペかルカか。じゃあルカか。であと耐久チップはルカに回せよう。まだ1しかないから。攻撃チップ2か。攻撃チップ2は100個だろうな、当然のごとく。では1枠空いてるから、それを何に使うかだろうな。耐久チップなのか。アンジェリカにチェンジ。やりました。あれ開いてないのこれ。
はい、これいけないんだ、これ。ここが電気室だ。コンソールが壊されているわね。この引っ掛け跡はキャンサーと見て間違いなさそうよ。では探索は不可能です。この程度、私が直せるわよ。電源、エコロシーモードで起動します。空調システム起動。さすがヤマチ様にギー。世界を滅ぼすマッドサイエンティストの手にかかれば、この程度の敗戦。施設内に空気汚染を確認。セキュリティシステム起動。隔離用防護壁作動。レーザー探知システム作動。そうだな。何でも駆使してる。硫化水素ガスが溜まっていますね。うん、施設の構造上そうなりやすいのかもしれない。要は吸わなければいいんでござろう。吸い込む前に突っ切ってしまえば問題ないでござる。できるの？そんなこと。あのスイッチまでなら息を止めて走り抜けられる距離でござる。
うん。まだやっぱり行けないのか。強い。今度入っていいんだ。一気にマークです。なんだこれ。レーザー感知。
おいおい。これ一体になったたちまち。もうちょっとだが。強いな結構文豪も。消えた。85% あるならいいだろ。この帽子はわしが魔術したら誇りなのだぞ。カジー、ただいまでござ。テンネ殿、どうしたでござるか。トラウマがどんどん。あと一つかな。あ、入れる。山脇殿、もう少し探索しないでござるか。どうして
とは？でも何か落とした時の跡のように見えるわ。思い過ごしであればいいのでござるが、そうでなかった場合は大変なことになるでござる。と言いますと、時間いっぱいまで探しましょう。うっせ、ここで。一旦破壊。強い。通常攻撃でもいけただろう。もう少しだけ探索してみるでござるよ。本当にもう少しだけだからね。当たるも発見、当たらぬも発見。うむ。え、いきなりバトル。これ一体2回攻撃すんのか、こいつ。そろそろ帰還するわよ。
分かったでござる。53% ですが、ありがとうでござる。もっとも足跡のように見えただけで、もしかしたら違うかもしれないでござるしな。山脇殿の報告に任せて明日に備えるでござるよ。あなたが健やかに過ごされることを祈っています。さて、忍者たるもの情報収集も大事でござるな。丸山殿に拙者も話を聞きに行ってみるとするでござるか。天音殿の後を追うでござる。なあ、キャッチボールしねえか。ちっ、またか。とりあえず発声練習くらいしといた方がええやろな。どうじゃ、今の研究施設に行っているのか。うむ、やはり気になるか。ああ、もしかして僕たちのしたことをバレてしまったのか。と、お嬢様、弁護はお任せください。必ず減刑してみせます。無罪を勝ち取ってくれよ。案ずるな、バレている様子はない。あの施設は謎が多いからな。僕たちはダクトを使って最下層まで一気に行ってしまったけど、まだ未踏のフロアがあるだろう。私もダクトからですが、お嬢様たちが立ち入っていないフロアを確認しております。うむ、そこに研究日誌が残されていると司令部は考えており、実際今日だけで研究日誌を6冊ほど回収した。僕らが見つけた日誌はキャンサーを使った実験だったが。キャンサーを使った実験？あの施設はそんな危険なことをしていたでござるか。神崎様、盗み聞きとは感心しませんね。アップしてる。魔法薬で今日一日の記憶を。
逃げ出したがいいものの。忍者でよかったでござる。ここまで来れば安心なさるのは早計かと。また拙者の背後に。柳殿はまさか忍者でござるか。少しばかり優秀な執事でございます。逃げられる気がしないでござる。神崎様。いきなり頭を下げてどうしたでござるか。先ほどお聞きになった件、どうか内密にしていただきたく存じます。お嬢様にとってはとても大きな決断と成長をされた事柄なのです。安心するでござる。拙者は忍者。身は軽くとも口は固いでござるよ。感謝いたします。それでは失礼いたします。柳殿の身のこなし、やっぱり本当は忍者なのではないでござろうか。さてそろそろ寮に戻るとするでござる。ん？お、さつき殿、その荷物は何でござるか。明日お店に並べる商品です。セラフ部隊としての仕事とショップ店員。さつき殿はすごいでござるな。拙者も手伝うでござるよ。ではお言葉に甘えちゃいます。さつき殿、これはどこでござるか。奥の棚の上から3目、左から2つ目です。ここでござるな。これはあっちの棚と。商品を的確に音もなく投げ入れているでござる。アーデルちゃん、一歩右に寄ってください。大惨事でござる。アーデルちゃん、もういいですよ。あとは私がやります。診療会通告。申し訳ないでござる。拙者修行で投擲は得意なつもりだったでござるよ。いかにアーデルちゃんといえど、手裏剣や苦難を投げるようにはいかないようですね。ないってここ書くんだ。時間にキャロル殿、呼び出しですか。やあ、談話コーナーに来るようにとのことでござる。合いびきですか。なぜ軽く興奮しておる。映画舞台の集合でござるよ。行ってくるでござる。明日も任務があるんだから遅くならないようにしなさい。やあ、
待たせしたでござる。時間に呼び出してなんや。まさかとは思うけど、今から映画撮るとか言わねえよな。うちは構わんぞ。むしろ夜は血がたぎるけぬ。つまらないことだったら殺すぞ。落ち着きなさい。あんたたちにプレゼントを持ってきたのよ。プレゼントでござるか。え、サンレル。私らの映画のファンか。そりゃいいの。悪くない。軍の検閲済みだけど、紛れもなく私たち宛てのファンレターよ。何通来たんだ。一通よ。なんや、もっとどっさり届いたんかと。そがなこと言いすんな。この一通はうちらの最初の一通じゃと思えば愛おしゅう感じるじゃろ。人の思いを形にする手紙か。送り主からの礼を感じるな。キャロル殿、早速読むでござるよ。オーケー、ちょっと待ちなさい。はじめまして。映画とても面白かったです。勇気をもらいました。これはケイツからの手紙ね。そういうのは嬉しいじゃねえか。展開的には子供受けそうやろしな。たくさんのヒーローが活躍して感動しました。私もいつかヒーローになりたいと思いました。イエス。どうやら私に憧れたみたいね。いいから続きを読め。殺すぞ。ジェラシーはノーよ。忍者さんが好きです。ん、大好きです。ん、拙者のことでござるか。ヒーローとはキャロル殿のことではないようでござるな。サイキックさんはとても重要な役割でかっこよかったです。見る目あるやないか。ヴィーナスさんの子猫に傘を差してあげるスティーンは優しさに感動しました。当然のことをしとるだけじゃがの。ストロベリーさんとバイオレンスさんはドキドキしました。お幸せに。そして忍者さん最高です。また拙者に戻ってきたでござる。ドームでは忍者ごっこブームです。特にタイプ忍びの真似が流行っています。私も忍者さんのように赤いリボンをつけ始めました。気分は忍者です。かっこいいです。みんなもかっこいいと言ってくれます。また忍者さんが活躍する映画を見たいです。これからも頑張ってください。拙者注目されているでござるな。どうして私の名前が書かれていないの。一番活躍したのはキャプテンセラミックよ。ファンにバリを向けるな、礼儀知らずが。死ね。展開が強引な上に活躍のさせ方がはさどかったけど。子供っちゅんはちゃんと見とるもんやな。忍者は分かりやすいし子供受けもいいしな。もっと褒めていいでござるよ。映画また撮ればよい。本気か。ケースに響くあたしのヒーロープリを届けるわ。マリア、司令官室に行くわよ。夜遅くに上官を訪ねるのは礼儀知らずだ。殺すぞ。映画撮ることには賛成なのかよ。子供が望んでいるのならそれに応えるのは当然だ。
あんた口は悪いけどいいやつだな。拙者また目立つでござるよ。もっと人気者になるでござるよ。修行のせいで熟睡できない体になってしまったでござるな。これも闇に生きる忍びの宿命というやつでござるな。53% なんでしょ。どういう結果になってもあまり嬉しくないんだけど。まあまあ山脇殿、景気づけでござるよ。では三一 c をめぐる星の導きを見させていただきます。見えました。これは神崎さんが拙者後さっきも言った、1時間経過したんでここまでにしますか。今回はさて今日も朝の忍術の修行をするでござるか。忍法分身の術。からの忍法見られていないと今一つ術にキレがないでござるな。おー、アーサー見つけた。かやもり殿、早いでござるな。もしや拙者を見に。一気に片付けるぞ。羽のささめき、勝利とは我ら示す道。
私らならやれるさ。すげえ。やりました。ルカちゃん、本当に伝説始めちゃう。次の時は大丈夫。またお嬢様に妬まれそうだ。風のささめき、勝利とは。まあ、こんな感じ。本当に伝説始めちゃう？私らならやれるさ。
四ターン楽です。まだだ。いい手ないです。パワーブリキ、ということで、ここまでとなりますね、今回は。はい、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。